こんばんは。今日はキャッシュレスですね。皆さん、いろんなペイ使ってますか？さっきユニクロにちょっとズボンを買いに行ったら、ユニクロペイって言ってましたね。これからユニクロペイができるので、そちらで、ね、決済してください、なんて店内放送してました。ユニクロペイってチャージしてやるものでしょうかね。7個みたいなもんですかね。ちょっとわからないですけど。で、王の時代ね、心の時代は現金なくなっていきます。ここ10年で現金6分の1に減ってるってご存知ですか？お札自体の流通が6分の1に減ったそうですよ。で、日本の通貨、お札がね、する必要がなくなっちゃったんで、海外のお札を刷ってるようですね。日本の紙幣って偽造されづらいんで、依頼が来るようですよ。だから日本のお札もね、海外に、外国に商売してるっていう、新しい方向にどんどん展開していきますね。日本人はお札を使わないっていうね。で、今日先ほどニュースを見て、コロナのウイルスがお札に1週間ついているっていう。いや、驚きました、私も本当に。14年前にお札なくなりますよって話を聞いたんですよ、セミナーで。で、どんどんお札はなくなっていって、最終的にチャージ式の、前払い式の通貨に変わりますよっていうのを聞いてたんですよ。いや、こんなね、現金流通しててね、デビットカードさえもこうあんまり受け入れてもらえないようなこの世の中で、どうやってそのキャッシュレスになっていくんだろうって思ってたんですけど、去年は政府の方がね、キャッシュレス援助して5%手当ね、バックやってましたね、6月まで。で、今度はコロナがね、お札にウイルスとしてくっついてる。これによって感染するってもう全くわからないですよね。もう感染経路わからないの当たり前じゃないですかね、これね。お札触った手でご飯食べたらウイルス感染するって考えただけでもなんかとんでもないことですよね。だから私たちはどん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 キャッシュレスに進んでいきます。あ、すいません、今何か通りましたよね。何もいないのになんで何かが通ったんだろうとちょっと驚いたんですよ、一瞬。失礼しました。で、何のためにキャッシュレスにするかというと、これには意味があります。はい、欲のためです。欲 欲のためって言うと困りますよね。欲をですね、コントロールするためなんですね。人間っていうのはね、お札に弱いんですよ。お札がその時代の欲の第1位、一番目にね、位が高いものでした。だからお札を見るとどうしても皆さんね、自分の欲にね、負けるんですね。ちょっとお星様がピカピカしてるので、こっち向けてみましょうか。なので私たちは欲から解放されるためにキャッシュレス化していきます。で、現金払ってる人いるでしょ。現金払ってる人罰なんですよ。現金好きですっていう人罰なんですよ、実は。現金って等価交換なのでね、現金で支払う限りお金って入ってこないんですね。前払い、あくまで前払いすることによってお金が増えます。だから前聞いたのはね、スイカに給料全部チャージしてしまうっていう方いらっしゃいましたね。引き落としのお金を差し引いた残りを全てね、スイカにチャージしてスイカで使ってますっていう方いらっしゃいました。こういう生き方がね、正しいんですよ。もしね、現金がいい、ね、現金社会でいいってなると、コロナのウイルスね、現金についてもすぐ死滅するはずなんですよ。これがね、死滅せずに1週間も生き延びてるって恐ろしいことですね。でも
空気中にいるものが付着するんだろうか。いやこれ妙ですね、すごく。ただ、まあ、検出されたということを考えるならば、確かに明らかにそのお札から感染している人がいるはずです。お札手袋して触りませんものね現金で触っちゃいますよね。ということはこれから現金を扱う人は気をつけなきゃいけないですよね。どん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 自動化されていきますよね。機械によってね、お札を計算するっていう方向になっていくでしょうね。だからあれもね、あのレジの人も気をつけなきゃいけないですよね。あ、キャッシュレスになるのには、もう一回ちょっとまとめましょうかね。キャッシュレスにする最大の目的はお金を隠す、数字だけにする。数字にしてしまうと人間ってちょっと弱いので、お金に対する欲って減ってくるんですって。数字管理になっていくんですね。例えば自分の給料が、いや私の給料ちょっと公表できるほど高額じゃないんでごめんなさいちょっと絶対それで生きていけないだろうっていうぐらいの底辺なんでちょっと失礼します。例えば15万にしておきましょうかね妥当なところで、お給料15万の方がいる。あ、私何話そうとしたんだっけ。ちょっと待って、15万で分かんなくなった。数字ですよね。15万の人が、キャッシュレスの話ですよね。まあ、家賃引いて、食費引いて、電気ガス水道電話代引いたら手元に残らないですよね。これ残らないって大事なんですよ。これからの時代はどんどん残っていくっていう人は命縮んでいくんで、お金は入ってきたものはすぐ出ていく。例えば1年後にね、何々でお金が出てきますって貯めていいんですけど、やっぱりまた白いもん飛びましたよね。何も白いもんいないのになんで飛ぶんでしょうね。あ、失礼しました。例えばね、私車検が今年の8月にありますって言った場合にね、車検の費用絶対必要ですよね。税理士さんに計算費用20万とか、ここ30万出てるんですけど、軽くシャクッとね、もう30万貯めとかないと払えませんから、これはね取っとかなきゃいけないお金です。でも30万とは別にね、何かに使うかもしれないから40万50万貯めましょうっていうのは考え方としては間違っています。正しくありません。いらないことでボーンと出てきますね。だからまず最低限必要なもの、これから先にね、ここの時に払う、ここで払う、心で払うっていうのを除いたものに関してはどんどん使って回転するっていうのがこれからのお金の動きです。で、前もってね、7個なりスイカなり和音なり、何でもいいんですが、なんとかペイでもいいですよ。チャージ式になってきましたね、だんだん。ペイペイにしてもね、LINE ペイもそうですよね、チャージ式ですよね。私 LINE ペイはよく使います。LINE Pay 便利で、ただiPhone の8使ってるんですけど、方向変えないとピッてならないセブンイレブンでことがあるんで、LINE Pay 使えないなと思ったら逆さにしてみてください、端末を。まだちょっと不具合がありながらも前へね進んでいきます。で、多分ね銀行ペイが出てくるんじゃないかなと思うんですね。銀行ペイ銀行ペイとか言ったりして、ね、まあセキュリティがあるからどうかななんていうのを銀行の人と話したんですけど、一番便利ですよね。銀行にそもそもにお金があるんだから。これからデビットカードじゃないんですよ。デビットカードじゃダメなんです。カード管理はダメなんです。デビットカードではなく、もうスマホの中に入っててね、ポロンとでいくらまでっていうのをね自分で決めとくと、それで超えた時に決済できなくなってね、あ、しまったってね、使いすぎたっていうのが分かるとか、前もっていくらになったら教え出してくださいとかね、なんかこういった機能も追加されていくでしょう。お金というのはあくまでその時代の欲です。お金が欲しいと思えば思うほど、思う人はペイに傷がつきます。ペイから、傷がつくと、ペイに傷がつくと、そこからどん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 お金が漏れて、社会的貧乏症ね、病気ですね、病気になります。貧乏という病気になります。だから使うときはあくまで、これ繰り返しになってます、使うときはあくまで自分が使いたい、ああよかった、使ってよかったって思う結果に対してだけ使ってください。
そして貯めない、ね、貯めるということはその行為です。今日はこれからどんどん広がっていく、現金はこれからなくなります。現金なくなりますよ。現金好きっていう方はもう考え方をここで改めてください。現金は終わっていきます。犯罪にも使われるしね。あのペイもあの使われるじゃないかって言いますけど、ちゃんと管理しましょうね。自分がいくら使ってるのか確認しながら、履歴が全部残ってるもの、こういったものをなるべく使いましょう。私 LINE ペイがね好きなのは、 LINE ペイってあの使ったもの全部ダーッと一覧でいつもで見れるんですよ。即見れるんですよ。これが好きなんですよね。写メ取っとくとこの一覧が全部あのコピーできるから簡単なんでね、つい LINE ペイ使ってしまいます。他にもね、一覧見えるし簡単ですっていうのがあったら、ぜひそれをね教えてほしいと思います。コメントに書いておいてくれると私も実践します。今日はキャッシュレスの流れどんどん進んでいきますというお話でした。はい、またねー。